君がくれた夢。特別支援学校の教員になりたい。10年越しで叶えた。君がいたからこそ頑張れたんだ。同じように視覚に障害を持った子どもたちの力になりたいと思っていたから。それが私自身が君と一緒に生き生きと過ごせる道だとも思っていたよ。君を生かし、一緒にいっぱい笑って、悩んで、子どもたちに癒されて、幸せな時間だったよね。私の一部分である君がいっぱい表に立って、心の底から私らしく過ごせたよ。君がいてくれて本当に良かったと思えた。21歳で支援学校の教員として採用された。常に子どもたちの将来を見据えて接していたと彼女は言う。視覚障害当事者として自分自身が味わった社会での挫折から、子どもたちが社会で同じ思いをしないように心の在り方を教えた。君と一緒に教壇に立つ。日々生徒たちの笑い声や成長を感じることができた。授業が終わると頬が痛くなる。自然とニコニコしている自分に気がつく。こんなにも君と一体感のある時間を過ごしたのは初めてだったよ。私が私らしく生きていく心地よさを知ることができたの。見えにくい、または見えない状況を情報障害とも言う。視覚から得られる情報は8割。弱視である彼女はその割合が大きく低下する。その状態で健常者と同じ仕事をこなそうとしたらどうなるのだろうか。支援学校の教員として心血注いだ彼女はプライベートの時間を削るしかなかった。その結果、さらなる視力の低下を招き体調を大きく崩した。主治医からのドクターストップ、やむなく教員を辞めることになった。小学生の頃に抱いた夢と共に歩んできました。私にとって教員は天職でした。残っている視力をフルに活用して仕事に没頭した結果、目や体調のことをいたわることができませんでした。教員を続けることはできませんでしたが、教員時代に障害理解という分野と出会い、自分の障害をさらに理解することができました。私の人生にとって、とても大切な経験になったと今では思っています。彼女は心から障害と向き合うことができるようになった。見えにくいことで諦めたこと、やりきれなかったこと、夢と出会えたこと、自分が大きく成長できたこと、さまざまな経験を通して障害は乗り越えるものではないと知った。障害は自分のそばにずっと一緒にいて付き合っていくもの。障害は自分の一部分であること、その考えを広めることで多くの当事者や
当事者と関わる人たちに心のバリアフリーを届けられると思い、障害理解啓発活動をスタートさせた。私の一部分である君へ。時々喧嘩をすることもあると思うけど、その時はいっぱい話そう。いっぱい考えよう。そして辛いことも楽しいこともいっぱい共有しよう。今も教員の頃と同じように君と力を合わせて過ごしているね。とても心地よいよ。親愛なる視覚障害、そう、私の一部分の君へ。これからもずっとずっとよろしくね。